かかる瞬間が見たいな。かかる瞬間が見たいな。若者を撮ってください。若者の原田さん、かかる瞬間が見たいな。こんなロートルサクリを撮らないで、もっと前の方でテキパキサクってる。いや人たちを撮ってください。いいな、雰囲気ある。後ろの人たちはみんな魚探を見ながらやるんだよね。無料探検丸なんですよ。そう、魚探見てると急にやる気出るんだよね。はい、上げてください。やってください。ごめんね。多分カンパチ。もう見えてるくせに言ってる。多分カンパチ入れて。ありがとうございます。やった。ちょっとだけ持ってください、はい、ごめんなさいね。あ、変わっちゃったかな。広政からカンパチに変わったって。へえ、やっぱセグロ釣れますね。はあ、ありがとうございます。すげえ。じゃあちょっと引っ掛けください。かっこいい。何がどうして釣れるんですか。あやばい。釣れた。あ、いけ。あ、よかった。あ、来た。いや、針下がったの。あ、いや、ちゃんと懐持ってたから大丈夫。え、下の方で釣りました。ええ、下からそう、5、6メーターかな。うん、これがカンパチって魚か。いつで見たかったんだよ。幻のカンパチ。すいませんね、間に合わなくて。いえ、はい。さあ、カツオ風のマグロ。カツオっぽいね。あ、メジ？あ、メジだ。あ、メジだ。やったー、本メジ。本メジだ。せーの、よいしょ。おー。やりすぎ。前で言ってましたよ。釣りすぎだって。そんなことないっすよ。一人釣りすぎだって。そんなことないっすよ。ちょっとメジ見せてください。本命だ。すごい。本命です。本命です。はい。はい、今日は菅原さんの狼的野外授業でした。野外授業ですか。野外授業、屋外授業でございます。やっぱり一番釣りましたね。いや、まあ、なんとなくね。なんとなくですか。なんとなく。いや、人よりもリズムが良かったんですよね。いやきっとね。そんなことないです。もう前でバリバリ振ってらっしゃるお兄さんたちがいて。ね、そんなことはないでしょう。ちょっとやらせていただきます。いやー、素晴らしい。投げがね、もうちょっと良ければ、もう少しリズミカルにこううまく綺麗にしゃくれるんですけど、やっぱりこう投げが悪いと。うまくリズムが取れなかったりしてね。おお。原さんも今日ははいね、なんだかんだ撮影をしながらいやカンパチ取ってたじゃないですか。ね、いや今の取らなかったらまずかったな。ダメだな。上狙ってたんだけどね、トップもね、ダメでしたね。浅いですね、ここね。結構上まで追い上げてくるんでしょ。この間あたりも、ね、上であれですって、平政追ってきたって。あ、まあ今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい、どうもお疲れ様でした。